レジストコードはレッサーボガール。総本部はこいつをボガールの同類だと判断したのか。外見的な特徴に加えて共食いさえする旺盛な食欲、確かにそっくりよね。じゃあ地球に怪獣が現れ続けているのは。いや、こいつらがいたのはウルトラゾーンだ。地球にいるとは限らねえ。てっぺん、お前はどう思う？こら怪獣博士、呼びました。お前の得意な話してんのに何してんの？調べてたんです。何を？あ、バンヒロトって人のこと。バンヒロトって皆さんが貨物船アランダスに救助に行った人ですよね。あの懐中時計の持ち主か。止まってしまったのね、その時計も、このアランダスの時間も。バンヒロト18歳。うん、こいつスペースジェネレーションなのか。宇宙生まれってことだよな。ええ、火星生まれなんですよ、この人。しかも地球に降りたことがないから写真もなくて。そんな人とどういう関係なんだろう、未来君。本人に直接聞いてみた方が早そうですね。でも未来君、隊長と総監代行に連れられて出かけちゃいましたよ。未来、畳のへりは踏まない。いや、お待たせをして申し訳ない。いかがです、久しぶりの地球暮らしは。いや、なかなか馴染めないものですな。あなたが総監代行の。美咲と申します。今度フェニックスネストにも遊びにいらしてください。あ、それはぜひとも。では我々はこれで。これ、ヒロトさんのものです。
こちら貨物船アンダス、巡航速度を維持。至って順調な旅です。久しぶりのスペシウム、地球では首を長くして待ってる。無事を祈ってるぞ。ありがとう。もうすぐだよ父さん。任務の最中は船長だろヒロト。生まれて初めての地球なんだ。そりゃ興奮するよな。ヒロト、地球について最初にすること決めてんのか。当然。何をするんだ。決まってる。母さんの骨をお墓に納めに行くんだ。だろ。ああそうだな。母さんがナメゴンに襲われて命を落としてからもう5年か。それに早く欲しいな、地球での友達が。そうだな。センサー異常。そんなバカな。どうした。空間に歪みが発生したとしか。燃焼低下、エンジン出力低下。このままではアランダスは歪みに。貨物部は切り離せ。推進力でキャビン部は離脱できるかもしれん。だけどスペシウムは。そんなものよりお前たちの命の方が大切だ。了解。貨物部とのジョイント作動しません。え、ヒューゴ、ヒロト。やめるんだヒロト、戻ってこい。ケーブルが切断されているんだ。みんなが助かるためには誰かがこっちから手動で切り離すしかない。それなら父さんがやる。それが船長の務めだ。ダメだよ。船長の務めはみんなを無事に地球まで送り届けることだろ。地球の土を踏まずに死んでもいいのか。地球なんてまだ見たこともない星なんだ。それより母さんをちゃんと連れて帰ってくれよ。母さんは死んだんだぞ。母さんは生きているよ。父さんの胸の中で。だから僕も生き続ける。ヒロト、今までありがとう。ヒロトの時は止まっているのか。さようなら父さん。僕は地球へ向かう途中この親子の別れに遭遇した。だから
なぜ君はその姿で私のところに来た？僕は自分の死を厭わず、あなた方を助けようとしたヒロトさんの勇敢な行動に感動したんです。帰れ。え？帰ってくれ。何かいけないことをしたんでしょうか？僕、お久しぶりです、キャプテン坂水。いや、今は。待ってくれ。すまない。え？君の行為が君自身の優しさの表れだということは理解できる。だがやはり君とは暮らせない。僕もこの姿は今日限りにします。いや、いてくれないか、その姿で。地球の土を踏めなかったヒロトの代わりに。ごめんなさい。バンさんの涙は君のせいじゃない。君のこの星での日々の未来に幸を絡むことを。日々の未来。どうかしたのかね。失礼します。ボガールは滅んだ。だが怪獣の出現は止まらない。なぜだと思う？別のボガールが地球にいたのか。これが皆さんがウルトラゾーンで遭遇したという。さあ、ボガール。ボガールだと？じゃあ怪獣出現が途絶えなかったのはこっちのせいなのか？その可能性は高いですね。けどどうしていきなり現れやがった？僕たちがウルトラゾーンで遭遇した同族の匂いを嗅ぎつけて本能で仲間を求めてるんじゃないでしょうか。補佐官。ん？出動するぜ。は？坂水隊長はご不在ですので。報告を受けた。ガイス、サリーゴー。 GRG。 大丈夫です。ボガールモンスのように体内から膨大なエネルギーは検出されません。心置きなくぶっ倒せるってわけだな。ガフェリックス、スプリッツ。
テオール解禁。危ない。なんだと？さあ、バリアブルバルサモダンじゃねえだ。うりゃあ、さあ、俺たちの翼をこんな奴の餌にされてたまるか。リュウさん、メビウス、僕はもう同じ悲しみを繰り返さない。
いつまでもその姿でいてもらうわけにはいかんだろうな。いいえ、いさせてください。この姿で僕はヒロトさんの分も行きます。ありがとう。だがヒロトなら私の胸の中で生きている。君は君の人生を生きるんだ。僕の人生を。皆さん、迎えに来てくれたんですか？アミゴ、戦いに間に合わなかった罰だ。ガンフェニックスのペイントが剥げたとこ、よろしくね。僕一人で？だって隊長は間に合ったんだよ。そんな、俺たちの翼じゃないですか。一緒に塗りましょうよ。巻かないの。またカレー作ってあげるから。本当ですか？お前、バン・ヒロトってやつと宇宙で知り合ったんですって。日比野くんは宇宙暮らしが長いんです。それで不思議ちゃんなとこがあるわけだな。宇宙暮らしかね。宇宙ってどんなところなの？そうですよ、教えてくださいよ。あれが彼の地球での。ええ、ねえねえ、宇宙仲間です。早く欲しいな、地球での友達が。どうしてそんな風に感じるのか自分でもわからなかった。ただ懐かしいという思い、そしてそれが忘れられない一日の始まりだ。あなたは一体何者なの？次回、時の海なり。